日の朝は8時15分にもう海田に行って作業しとったから、船越へね。その間 JR の国鉄を乗り入れていくと、30分以上だから7時頃出たんですかね、広島の寮。それで向こうへ行って、寮に残っとる他の、私はけ、あの機械科だから、機械科のクラスが2組あって、我々のクラスだけ広島工場に転勤になったんです。だから以前寮で一緒におった、電気科のもん、建築科のもん、土木科のものはまだ寮に残っとるわけね。それと少し話をして、それから荷物を片付けて、で、普通なんですかね、稲光がして雷が鳴っていう状態を、その時の稲光の、光がみたいなんが、昼間の日が照っとるのにパッとしたんですよ。で、今のは何だろうと思って、あれが曇って、今日みたいに曇ってね、雷が落ちるかもわからん、雷雨があるかもわからんいう状態なら何も思わんけど、昼間に日がさんさんと照っとるのにピカッと光った。星なんだろう思うて窓際にこう出た、その瞬間にドカーンと至近距離に爆弾が落ちたような衝撃があったんです。ガラスも多少割れたと思います。ですぐ私はずっと教育されとったように、目と耳を塞いで、そこは畳だから畳の上を去ったと、そういう行動をとったと。これは小学生には言うんですが、目の玉が飛び出さんように鼓膜が破れんようにいう、そう教育を受けとったもんで、山で幸いにしてそれを行動に移すことはなかったけど、その時はとっさにそういう行動をとったと。で、30秒経ったか1分経ったか分からんけど、あれ、その後何もないなと思って、窓際へキョロキョロして中庭へ出てみると、広島方面からいわゆる原子雲ですかね、原爆雲ですか、それが写真なんか絵なんか見ると、何千メートル上がった状態で、皆さん目にするんですが。私はそのごくごく初期の低い段階で黙々と上がっとった状態を目にしたんだ。これは広島に落ちた。それにしてもなんでこの方まで響くかと思ってね。で、これは一大事が起きたと。私は衝撃があった時は、その寮の中庭に爆弾が、直撃弾が落ちたと思ったのが、広島に落ちてそれだけの衝撃がある。で、もう作業すぐに中止して広島市内へ帰ることにした。というのは、さっき言った出間町のおばさんのうちが気になって、親戚がすぐ気になって、そこへ駆けつけてみないかんと思ってすぐ行動に移したから、そうですね、9時前頃にはそこを立って市内へ、交通手段ないからもちろん徒歩で。吐いて、駅の近くに的場いうところがあるんですが、そこへ辺りには10時半頃には、着いたと思います。で、その時にはその辺りへ行ったよ、全部火事です。で、その的場から天馬町へ行くのは直線距離を通ると、白島を通って鰐橋を渡っていう、方法があるんですが、火事やから行かれん。で、どっちを迂回しようかと思ったけど、南の方がちょっと穏やかで、南、今の広電の日山下線があるんですが、それに沿って南に行ったけど、線路を境に中側は全部火事。で、途中でもう諦めて、諦めたのが鶴見橋か
ひじゃま橋か、そのあたりまで行って諦めて、ひじ山に上がって、こっちの東側の、ダンバラいうところへ越すことにした。で、ひじ山に入ってみて、目にしたものはもうこれは地獄の情景ですよね。重症者が全部何千人だろうかいうぐらい山へこう寝そべっとる。条件のいいところへそら寝とる人もあるし、アスファルトの上に灼熱のアスファルトの上に横たわっとる人がある。いやーこれは何、みんなやけどしとるね。で話は前後するけど、その船越から広島に入るまででもゾロ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 元気のない人たちがこれも何百人言うて東へ逃れとる。それが夏じゃから薄着をしとる、その薄着をしとる医療衣服が焼けとる、肌が出とる、肌が焼けとる、それが垂れ下がっとる。でとぼ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 元気なしに逃れた。その状態がこのまるで幽霊見たことはないけど、絵なんかで見るとこんな格好しとるですよね。でそれはその時には何とも思わんかったけど、最近になって知ったけど、腕が焼けて体が焼けて、やけど手を下ろすことによって摩擦が生じる。これはもう耐えられん痛さじゃ思うんです。それでこうなっとったらしいですね。で、やけどいうものはちょっとここへタバコの火がついても、線香がちょっと当たっても、あっというぐらいひどい衝撃ですよね。それがもう一部にしろもう背中一面になるというと、これはもう言葉には表せん痛さだと思うんですよ。口々に水が欲しい水が欲しい言うとる。でもそれをやっぱり、どういう人が看病しとったんかね、兵隊さんやったか、なんかちょっとそこらははっきり覚えんのですがね、水をやったらいかんぞと言うて、こう元気な人が叫んで歩いとる、ぐっと巡回しとるいうのも目にしました。これでなんでいかんのだろうか思ったけど、後で聞いたことじゃが、水を飲むと、やけどした人に水を飲ますとすぐ命がなくなると。でも飲んでも飲まんでも死ぬるんなら飲ましてあげるべきじゃなかったかと思うね。それも結果論ですよね。